A 団8000系電車、A 団8000系電車、A 団8000系電車は、1981年、昭和56年4月1日に営業運転を開始した、低都高速度交通 A 団、A 団の通勤系電車である。2004年、平成16年4月の A 団民営化に伴い、東京地下鉄、東京メトロに継承された、半蔵門専用の車両である。 車体は20メートル級片側4扉で、千代田専用の6000系及び、有楽町専用の7000系に準拠するところが多い。1980年、昭和55年から1994年、平成6年にかけて190両が、東急車両製造、日本車両製造、川崎重工業、近畿車両で製造された。 半蔵門線の路線自体は1978年、昭和53年8月1日の渋谷駅青山一丁目駅間が最初の開業区間であり、この8000系が営業開始するまでの約2年半の間、営団は自ら車両を保有せず、乗り入れ先の東京急行電鉄より8500系車両を借用して運用していた。これは当初の半蔵門線の初期開業区間。 渋谷青山一丁目間は、距離が短いために、A 団側で車両を申請投入しても、運用車両よりも、予備車両の方が多くなり、経済面から見て、不適合との理由からである。ただし、その後、東急電園都市線の輸送量の大幅な増加もあり、A 団地下鉄側でも、車両投入の必要性が生じたため、A 団の車両として、本系列を投入することとなった。 試験車や電気機関車を除き、日本の鉄道車両で初めて、ボルスタレス台車を採用した。当初は、各駅停車専用だったが、1991年、平成3年3月のダイヤ改正時から快速と、急行にも使用が開始された。当時の運用では、東急車のみ、各駅停車、優等列車運用を設定、A 断車は、各駅停車のみ設定。 三越前延伸開業前でも、快速と急行の種別入り行き先表示コマは存在しており、快速3、越前、急行3、越前、快速中央林間という使用実績のない表示も、あ。落成当初の1.2次車は、快速、急行コマ自体が非設置。1次車の申請当時は6両編成と8両編成があったが、1982年、 昭和57年12月までに8両編成化された。1983年、昭和58年1月より乗り入れ先の等級車の重量編成化が開始されたが、A 段車等の重量編成化は1987年、昭和62年9月からである。重量編成19本、190両が、サギ沼建区に在籍している。 編成の蘇性は次の通りである。銀色無塗装のアルミニウム合金製車体に、半蔵門線のラインカラーである紫帯を巻いている。五次車までの車体構造は、アルミの板材や、形材を組み合わせ、全溶接工法によって組み立てる、骨組み構造である。全面形状は、千代田線用の6000系をベースとしているが、額縁スタイルに変更され、運行番号を表示。 行き先表示器は上部に独立して設けている。前面の傾斜を下方まで延長したことや大枠下部を絞り、形状とし、スマートさを感じさせるようにさせた。前小刀、微刀は、角形化して紫の帯部に収めた。前面の非常口は6000系同様に貫通扉に、非常階段が組み込まれており、使用の際は、非常扉を前に倒して使用する。当初は、 電園都市線内における優等列車の運用は考慮しておらず、急行標識等は設置されていなかった。その後の3次車以降は、新成人より設置され、1.2次車も三越前開業時までに改造で設置された2002年、平成14年4月に、同線での使用が停止された。その後、後述する更新、b o ムを施行した編成は完全に撤去された。 車体側面のラインカラーは当初、アルミの板材に焼き付けと相応したものを取り付けていたが、後にフィルム式に交換されている。体自体がネジ止め方式で、フィルム式への交換は腐食防止対策からでもある。なお、四次車以降は当初からフィルム式である。また、全車両の連結面間に転落防止ホロを装備している。本系列は、 英段地下鉄発の本格的な冷房装置搭載準備車、冷房準備車で落成し、当初から屋根の中央に集中式冷房装置を取り付けられるように準備されていた。開口部は蓋がされ、上部に通風機2台と開口部の前後に車内の換気を行う2台の排気扇が設置された。車内天井部には冷房用ダクトと吹き出し口、中央に 三菱電機製の応流ファン、ラインデリアを設置した。その後、1988年、昭和63年から1989年、平成元年にかけて、全車両に冷房装置、インバータ制御式、能力48.84キロワット搭載改造を施行した。また、半蔵門線は、A 段の路線で最初に全車両の冷房化が完了した。 編成中の弱冷房車は2号車である。ただし、冷房準備車は1から3次車までの車両であり、4次車以降の車両は申請当初より冷房装置を搭載している。この申請冷房車では排気線は省略されている。また、冷房装置搭載車では、冷房電源として5両分の給電能力を持つ 130kW 出力の DC、DC コンバータが、 戦闘車消火に搭載されている。これは、河川からの直流五5 0 0トを直流6 0 0トへと高圧して、冷房装置に電源を供給する装置である。8000系が冷房準備車として落成した理由は、この時期になると乗り入れ会社線の車両の多くが冷房を搭載しており、営団線内では冷房はなくても良いが、乗り入れ会社線内だけでも冷房車を走らせなければ、 ならなくなるだろう、との理由からである。編成中の8500系、8600型には、工場内における分割運転を考慮して、連結面により妻面の収納、着せないに簡易運転台を設置している、外妻面には前頭、微頭などがある。ただし、三次車以降は、下半系の簡易運転台ユニットを使用する、方針としたため、 簡易運転台接続用コネクタのみの設置として、それ以外を廃止している。客室内装は6000系がベースだが、仕様が大きく見直された。車内のカラースキームは地下における明るさを感じさせる居住空間、明るいながらも渋みのある雰囲気を醸し出す空間を目指した。このために壁面はライトベージュ系、天井は白色系、枕木方向は 竹のすだれ模様に近い化粧板である。いずれも艶消しの化粧板だが、五次社からは光沢のあるものを使用した。また、車高用の側窓カー店は六次社も含めてベージュだが、五次社に当たる第十編成だけは水色である。この内装デザインは、A 段側より製造メーカーでもある、東急車両製造にモーツァルト風の内装を提案された。このことから、 モーツァルト音楽のように明るく、愛らしく、しかも上品な色調を目指した。座席は一人分の掛け幅が 430mm のロングシートであり、心臓当初は濃い赤色でピンク色の区分柄の入った座席モケット、優先席は青色でシルバーライン入りの座席モケットであった。その後、2000年代に入り、ラインカラーでもある紫色、優先席は 青紫色でプリント柄の区分柄入りへの交換が実施された。床式物のは1から3次社は灰色の単色だが4次社からは黄色と灰色のツートンに変更された。なお、1.2次社では1995年、平成7年頃に実施された C オサムによって4.5次社と同じツートンカラーの床式へ張り替えられた。 吊り革はいずれも三角形品を採用している。当初は座席前のみに設置してあり、枕木方向にはドア付近上部と側窓中央上部に左右の吊り手棒をつなぐポールがある。ただし、ご次社からはドア付近のポールに吊り革が設置され、中央のポールはなくなった。また、後年に全車両のドア上部の線路方向へ吊り革が増設された。一次社では、 車内天井高さが 2185mm であったが二次車以降では屋根曲線を1万 mm から 6000mm に変更して天井高さを 45mm 高い 2230mm とした。本系列は A 団地下鉄では初の採用として1段加工式窓や座席に一人分の区分をシートに折り込んで定員着席を促すようにした。また、 火災対策、騒音防止の観点から各車両の両端に、片引き式の貫通が設けられるようになった。客用ドアは、室内側にも化粧板が貼られており、ドアガラスは1次車では、窓が小さいが、2次車以降ではやや大きいものとされた。4.5次車は、外側からの指示とされ、車内側が、つらい地下された。口述の6次車は別途記載する。1.2次車、 第01から09編成3から5次車、第10から19編成8 8、8708、9.8808、96次車、8601から8607.8701から8707ではと並走値、ドア人機構が異なる。いずれもドアの開閉時の動作及び、音が異なっており、1.2次車は、開閉時に大きな音を出す座席掛け込み収納系の、 サーツ式、ドアエンジン、腰掛け下作動式である。三次車以降は、開閉時の音を和らげ、かつ、開閉速度が緩やかな銀座専用の0チ系と、同じドア上部のカモイ取り付けで、低騒音系の単気筒複動式、ドアエンジン、カモイ形単量式が採用されている。優先席付近の釣り革は、後年にオレンジ色のものへ交換されている。 二千七年、平成十九年頃からは、車内の豪車札、非常通報機や、非常コック、消火器札などの表記類を一万系に準じた、蛍光塗料を乗られたものへ貼り替えを実施した。1九十四年度に製造された六次車、八千六百一から八千六百七点八七零一から八千七百七号の、計十四両はそれまでの車両とは、車体構造や、 内装の仕様などが大きく異なり、0X 系列の設計思想が取り入れられている。車体制作工法を05軽所記者、第01から13編成と同じアルミの大型押し出し型材を使用した連続溶接工法により、側面見つけてが平滑に仕上がっている05軽所記者と同一の車体。外観で車体裾が短いために従来車よりも高さが、 異なるようにも見えるほか、座席掛け幅の変更から、扉間隔が異なる、7人掛け座席間基準で 4750mm、3450mm、1、300mm から 4870mm、3570mm、1、300mm へと変更。側窓高さは拡大され、車端部は固定窓としたほか、つま窓もやや大きい。 行き先表示器は字幕式から LED 式化された。なお、このグループでも前述した座席の交換が実施された。客室内装は化粧板を白色系で淡いグレーの色調に、床式物は灰色のツートンに変更された。客用ドアはガラスを帯の上まで拡大、また服装ガラスとした。座席は紫系装柄、プリント品を採用し、バケットシートに、 天候、一人分の掛け幅も 430mm から 450mm に拡大された。袖仕切りは丸みを帯びた形状へ、また、二棚端と仕切りは分断された形状となった。これは、翌年度以降に落成する南北専用の急線形二次車と三次車へも採用された。また、網棚は金網式からステンレス線を格子状に スポット溶接したものに変更された。この他に天井高さを7 0ト、mm、ル拡大した2 3 1 0ト、mm、ルとしている。従来車に合わせるためドア上部の車内案内、表示器、ドアチャイム、および車外スピーカーは省略していたが、後日の更新時にこれらのものを設置している。また、連結面貫通扉は従来車に合わせた、貫通道幅8 0 0、mm、トル この当時の多線向けの新車は、車椅子の通行を考慮した 900mm 幅となっているとなっている。台車についても異なるものが使用されている。乗務員室は緑色のカラースキーム、運転台コンソールは紺色であり、主幹制御機は A 段で初めてワンハンドル式を採用し、デッドマン装置を設置している。 運転台には故障発生時における機器の動作状態を記録するモニタ装置を A 段の車両で初めて搭載し、そのモニタ表示機が運転台右側の壁にある。装置名は飛行機のフライトレコーダーにちなみ、トレインレコーダーとした。乗務員室と客室の仕切りには6000系の中期、車及び7000系の全編成と同様に客室から向かって、 左の部分に小窓、右端に乗務員室扉があり、機器の配置上乗務員室扉から、運転台部分を見ることはでない。車高膜は、小窓のみ設置してある。制御装置は、遊楽町専用の7000系の AVF 自動化変換時直波制御の改良型として、さらなる保守性の向上や、省エネルギー化を図ったものとした。 メーカーは三菱電機及び日立製作所である。素子には、当時新たに開発された 2500V1-000A 規格の大容量逆動通サイリスタを使用している。サイリスタ素子などの冷却はそれまでのブロワー、送風機による強制風冷式からフロン沸騰冷却式として低騒音化と保守性の向上が図られている。また、 本系列では改正ブレーキ時における最弱目回、自立を51%から44%へと下げており、改正ブレーキ単独で所定のブレーキ力が得られる、速度7000系の時速 65km から時速 67km へと向上させている。主電動機は、MM、MM-11A 型と称する直流直巻電動機で、 東急電園都市線での走行条件を考慮した結果、1時間定格 160kW 出力と、当時の狂気電車用としては、最大の出力となるものとなった。主電動機の使用は、1時間定格出力 160kW、電圧 375V、電流 470A、定格回転数 1800rpm、最大回転数 4650rpm、 最弱回自立38%である。空気圧縮機は1.2次車では低騒音型として、新規設計の C-2000L 型を採用。3次車以降は01系と同系の C-2000LA 型を採用している。歯車比が時速 100km 状態用のため6000系、7000系より小さく取られている。98、15、6.53。 から86、15、5.73二変更が、直波制御車は立行時に、主電動機の整流状態を維持できないため最速度は時速 100km で、リミッターにより、ノッチオフとなる。なお、速度が下がると再度ノッチが入るため低速制御をしている。また、下り坂で速度が上昇する場合には、時速 100km を超える。台車は SU 民電。 夕方ゴム付け硬いバネ軸箱指示式、ボルスタレス台車、住友金属工業製 SS-101 である。基礎ブレーキには、A 段の新車では初めて型押し、式踏みずらブレーキを採用した。なお、6次車の8601から8607.8701から8707は、モノリンク式、ボルスタレス台車 SS035A を採用し、基礎ブレーキは、 ユニットブレーキ方式に変更されている。この SS035A 型台車は、従来の s s 0 3 5系台車とは、空気バネの高さが異なるだけで、その他の仕様は、全く同じである。列車保安装置は、東急新 AT、ATC AT、CSATCATC-10K、A 段新 ATC、同 ATC-10K、東部型 ATS を装備する。落成時には、 田園都市線地上区間用の東急型 ATS も搭載したが、当該区間の CSATC 導入時に撤去した。なお、更新などで、有楽町線新木橋 c r に入場するため2008年、平成20年2月まで ATS 区間であった大井町線を経営する際には深夜帯に線路閉鎖を行ったうで走行していた。8000系は、東西線でも使用されていた時期があった。 東西線では利用客増加に対処するために車両増備による重量編成化を進めており、1987年、昭和62年11月に編成単位での増備が予定されてたが、すでに多線区で直波制御車が登場している中で抵抗制御車の5000系を増備し続けるのは特策ではなかった。しかし、当時05系は設計中の段階だったため、半蔵門線、 半蔵門駅三越前駅間の延伸開業時に、投入する予定の8000系重量編成3本、第12から14編成を前倒しで製造し、例後、系統上まで使用することになった。東西線で運用するため、半蔵門線仕様と比べて、以下のような変更点があった。なお、東西線での予定運用期間が長くないため、車体体体は、 半蔵門線ラインカラーの紫の帯で登場。そのため五条防止を目的に、すべてのドアの上部に、東西線と表記した水色のステッカーを重複し。これら三編成は、東西線では、初の冷房準備車で落成したが、翌1988年、昭和63年に、冷房装置を搭載し、東西線初の冷房車となった。東西線での一時的な使用は、 地上を走る他車線と比べ、当時の A 段車の冷房車の増備が遅れており、少しでも早く冷房車を増やしたかったという狙いもあった。入線直後の試運転の際は、それまで青帯の5 0 0系と東日本旅客鉄道、JR 東日本から乗り入れる、黄色帯の103系線点1200番台と301系しか存在しなかった、東西線に、どうして、 紫色の帯の半蔵門線の電車がいるのかと、興味深く眺める乗客も少なくなかった。東西線の各駅では PR を兼ねて、8000系の運行予定時刻を掲示したこともある。5000系と同様に、津田沼駅や三鷹駅にも乗り入れ、試運転では、奈良市の電車区にも入線した。1988年末から1989年初頭に系が登場し、 また、半蔵門線が1989年、平成元年1月に、三越前まで、延伸開業することから、保安装置の変更や、運転台のワンハンドル化などの改造を受け、半蔵門線に転属した。1.2次車については1995年、平成7年度までに、C オサム工事が施行された。内容は、屋根の補修、車体ラインカラーの交換やゴム材、 シール材の補修、床敷物の貼り替え、側窓のカーテンの交換などである。2002年、平成14年秋からは2003年、平成15年2月に使用開始する、半蔵門専用の新 ATC への対応と、東武鉄道伊勢崎線、日光線への対応改造が開始された。引き面では、半蔵門専用新 ATC、東武型 ATS と、 列車無線装置を搭載し、行き先表示器の LED 化が行われた。運転台では、速度計を新 ATC 対応型に交換、表示灯の新設や列車無線装置枠を、A 段、東急別から頭部を加えた三車対応で一台に集約した。さらに新生時より搭載している、第10編成を除いて、自動放送装置を設置した、詳細は上記。 このほか8000型に設置していたダイヤル式行き先設定機を両線当車設置で押しボタンとタッチ式 LCD モニターを併用するタイプに改修した。東京地下鉄では6000系以降の車両に関しては車例40年程度まで継続使用する方針であり、8000系も2004年平成16年度から2015年度にかけて順次新木場 CR にて 車両の更新工事、ビーオサム工事を施行した。更新内容は以下の通りである。また、乗務員室内はクリーム色の配色に、運転台の色調をダークグレーに変更した。さらに運転室作機、乗務員間連絡用インターホンを、操縦は機械からマイク式に変更、非常通報受報器の設置やモニター表示器などの更新も実施した。このほか。 車掌スイッチを機械式から間接制御式、リレー式に変更した。ただし、客室座席やドアエンジン機構については従来のままである。更新後の内装、更新後の外装最初に施行されたのは第09編成で、営業運転は2005年、平成17年3月24日から開始された。二本目は第06編成で、もともとは客用、 ドア窓が小型、一般型、大型と混在した編成であったが、更新後はすべて大型窓に統一されている。1994年製造である8606号と8706号の客室内はドア上へ車内案内表示器を設置しただけである。3本目は第03編成で、試行内容は第06編成と同様である。4本目は2006年。 平成18年7月に出場した第01、編成で、隅田川花火大会観客輸送用の臨時列車、隅田 HA な勝備号に運用された。5本目は2006年、平成18年12月に出場した第02、編成。6本目は2009年、平成21年1月に出場した第07、編成である。この編成では床材が、 それまでのラベンダー色から灰色に変更された。また、2007年度は、施行が行われなかったが、1994年製である8607.87075においても、床材の交換が初めて実施された。2009年度においても引き続いて、改修工事が施行され、同年度は、第11編成、第05編成、第13編成の順番で、 計算編成に施行された。2010年度は、第18編成、第04編成、第16編成の順に施行が進められいる。なお、2010年度施行の編成では、更新内容が一部変更されている。2010年度以降の更新者の内装を2016年より、一部編成の行き先表示器のフルカラー LED 化が始まった。 2019年3月26日において発表した中期経営計画東京メトロプラン2021内において2024年度を目途に CBTC 導入に合わせ新型車用18000系を導入すると発表された2021から2022年度にかけて8000系と同数の合計19編成を製造予定とされ8000系は 全編成を置き換わると予想される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。